過酷な減量を克服し東洋チャンピオンをもぎ取ったジョー。フェザーの骨格と破壊力を持ちバンタムのスピードを得たジョーは数々の対戦経験も積み、まさしくプロボクサーとしての実力絶頂の時代に差し掛かろうとしていた。おっさんよ、補正面倒さえ挑戦する件だが、ぼちぼち話を進めてくれてんだろうな。こっちが黙ってたんじゃ補正迎えに来てくれねえぜ。早いとこ手を打たねえと。何焦ってるんだジョー。やっとくさ、東洋によじ登って足場も固めねえうちに何が世界だ。甘く見るんじゃねえ。今一つじっくり腰を落ち着けて自力を養ってからだって遅かねえんだ。ガツガツするな。当のご本人は今すぐにでもやりてえって言ってるんだ。俺の処分はな、今より上のもんが世の中にあるってことを知ってながらぬるま湯に使ってるなんざ我慢ならねえのさ。わかったよ。明日にでもテレビ局のお偉いさんにおめえの気持ちを伝えておこう。本当に頼むぜ、おっさん。何を見てるんだ。続けろよ。はい。そうだ、なんやかんやでほんとこしばらくお前らの練習を見てやらなかったから、ちょっくら相手してやるか。本当ですか。ありがてえ。スパーリングの支度。先輩？ジョー、ジョー、どうした？しっかりしろ、ジョー。それから数時間後、ジョーは意識を取り戻した。医者は詳しい原因は不明だが、激しい疲労のためだろうと診断し、念のために大病院での精密検査を進めた。しかしジョーは医者の言いつけを守るどころか追い返してしまう。断平は無茶な減量の成果と案じたが、ジョーの空元気を見て大したことはあるまいと考えた。その頃テレビ局ではジョーの次の試合をハワイでやることを企画していた。同時期にホセ・メンドーサがハワイで試合を行うことを知ったテレビ局は、ジョーにホセの試合を見学させ、ホセの手の内を研究させようと考えたのだ。ジョーは一も二もなくこれを承諾し、断平と共にハワイへ向かった。ビーチでのトレーニング中、家族と共にくつろぐホセを見かけるジョー。圧倒的な強さと優しい父親。今までの野獣たちとは違うものを感じずにはいられないジョーであった。一方、ホセとの日本興業の専属契約のためハワイを訪れていたヨーコは、ヤシの実につまずいたり、自動車で接触事故を起こしたジョーを目の当たりにし、ジョーがパンチドランカーではないかという疑惑を募らせていた。おっさんよ、現地で雇い入れたスパーリングパートナーも俺のパンチであっさり伸びちまった。これじゃ練習ならねえぜ。チキショー、せっかく昨日はホセのいるジムまで出向いてやったのに肝心のチャンピオンはいねえし、どうにもイライラするぜ。クソ。セメンドーサだ。なぜここに。よう、チャンピオン、お久しぶり。東京で俺のシュガーパーティーで会って以来だ。懐かしいな。インタープレター、ミスター矢吹、私の留守中那覇ジムを訪ねてくれたそうだが、報道関係者から話はいろいろ聞きました。あんたがどうも。こいつが調子に乗りやがって、とんだ失礼をば。どうも、ジョー、これ、相手は世界チャンピオンだぞ。リング降りて、
ちゃんと挨拶せんかい。まあそうしゃっちょこばるな。堅苦しい挨拶は抜きでいこうぜな、ミスター面倒さ。ところだんた、スパーリングパートナーがすぐダメになっちまって満足な練習もできねえってことじゃねえか。俺もほら、ご覧の通りさ。お互いに相手がいなくて困った困ったってところだが、その困ったもん同士が一丁、ここへ上がってスパーリングをやってみねえか。ジョー、おめえなんてこと、失礼だぞ。さあ、リング降りるんだ、早く。うるせえよ、おっさん。この際少し黙ってな。ミストヤルキスクジャオシャワー、アンナスコーワー。ワイドアウロース、アンナスコーワー。お言葉はありがたいが、チャンピオンは今日のトレーニングのスケジュールは全て消化してシャワーを浴びてしまった。もう汗を流すのはごめんだと。けっ、なんともご清潔なこと言ってやがんな。そんなこと言って本当はこの俺と打ち合うのがおっかねえんだろ。こりこり。ああ、ついでに肝っ玉が小さいと一言言ってやってくれ、通訳さん。うわー、ダメだよ、今喋ったこと通訳するな、やめてくれ、頼む、お願いだ。私はあなたがカオスリベラの近況を知りたがっていたと聞いたから、ちょっと話をしに寄っただけだ。彼は引退した後、ベネズエラの街でブラブラしている姿を何度か見かけたが、残念ながらその後の消息は知らない。ほう、ベネズエラでブラブラ。ワンダーロマーサイバスコフワン。それと、君の試合に招待してくれてありがとう。喜んで観戦に行くと約束しよう。ではまた。あれ、もう帰っちゃうのかよ。ちょっと1ラウンドぐらいスパーリングやってもいいんじゃねえか。どうせ暇なんだろう、チャンピオン。ジョー、こら。ミスター矢吹はもっと立派なボクサーかと思っていたが、再会して幻滅を感じた。私は礼儀知らずの黄色い獣には触るのもごめんだ。さよなら。なんだと？待て、やい、逃げる気かよ。やめろ、ジョー。話せってんだ、話せ。ヘイチャンピオン、この前も報道陣を通じて言っといたが、カーロス・リベラをぶっ壊したという例の一件な。カーロスはホセとやる前にすでに東京でこの矢吹ジョーにぶっ壊されていたんだぜ。それをお前一人の実力だと思われちゃこちとら実に迷惑なのさ。しかもそのことを得意になって不意調して回る神経が気に食わねえんだ。お前なんざぶっ殺しよ。ラオセーブ。ジョー、しっかりしろ、ジョー。不意をつかれたとはいえ、一発でホセに叩きのめされたジョー。ジョーはホセに試合で借りを返すことを誓った。矢吹くん、お元気そうね。あなたのハワイでの噂は。いろいろ見聞きしてるわ。ずいぶんご活躍のようね。ヨコ、俺になんか用かい？一言あなたにも伝えておこうと思って。ミスター面倒さの日本における試合興行権の独占契約を交わしたわ。なんだと？独占？ということは俺と面倒さの世界タイトルマッチはあんたの許可なしには開催不可能ってことかい？そういうことになるわね。少なくとも日本での開催は。またやりやがったな。俺の運命の曲がり角に待ち伏せてバーッと脅かすみてえな例の手口を。言っとくがな、その独占契約とやらを振り回し俺の一つこっきりの生きがいである面倒さへの挑戦を変に邪魔してみやがれ。ただじゃ済まねえぜ。おお、怖い。うっかりすると殺されかねない剣幕ね。この際私も一つお断りしておきますけど、私は白木ジムの会長であると同時にプロモーターでもあるのよ。趣味や気まぐれでやってるのではありません。ビジネスです。一体
何を考えてやるんだこの女。この足跡、この足跡はやはり、うん、遥か日本のボクシングファンの皆様、ここは常夏の島ハワイワイキキビーチパークであります。この海岸公園の特設リングにおいて、これから行われようとしている東洋バンタム級タイトルマッチの12回戦、矢吹選手登場です。日の丸の旗があちこちに翻っております。続いて今夜の挑戦者、ピナン・サラワクが姿を現します。いかにも百戦錬磨の強者といった不敵な面構え。ピナン勝てよ、生意気な日本の小僧を叩き飲むぜ。ピナン、ピナン。 Ladies and gentlemen、 世界バンタム級チャンピオンホセ・メンドーサ選手がリングサイドに姿を見せています。チャンピオンはこれから戦う両選手を激励してくれるそうです。プリーズ、盛大なる拍手を。サンキュー、チャンピオン・ベルマッチ。どうしたジョー、アクションの手を出さんかい。イエローシープには触るのも嫌なんだろ。おい、バカ。グッドラック、イエローシープ。ことです。これは矢吹は今何をしたんです。何って、見ての通り矢吹はホセを殴ろうとしたんですよ。数日前、矢吹がホセに暴言を吐き強烈な一撃をかまされた一件は知ってるでしょう。その時の仕返しのつもりだったんでしょうね。さすがは世界チャンピオン。不意をついた矢吹の一撃を実に冷静に受け止め、握手をシールや青のコーナーに回ってピナン選手を激励。何事もなかったように静かにリングを降りました。ヘイジョー矢吹、集大だぞ。なんたる恥さらしなマネオ。ジョー矢吹、ゴーホーン。貴様のような無礼な野蛮人はとっとと帰れ。ジャパニーズグリーディーボーイ、ゴーホーン。矢吹の唯一の味方であったはずの日系人たちまでが立ち上がって罵声を浴びせています。取り返しのつかねえこと、一体どういうつもりなんだ。この騒ぎの始末をどうつけるつもりだ。静かにしやがれてめえら。確かにこの厳粛なリングの上でプライベートな騒ぎを起こしたのはまずかった。そいつは謝るよ。で、お詫びの印にと言っちゃなんだが、ほんの少しサービスさせてもらおう。断っとくが、こいつは V サインなんて洒落た代物じゃねえぜ。いいか、そこにいるピナン・サラワクを第2ラウンドで必ずぶっ倒してみせると約束しよう。チャンピオン、あんたへの目的を果たすのはその後だ。またまた取り返しのつかねえこと言いやがって。Come on.
決めてやる。この時を待っていたよ。日本の矢吹、圧倒的な勝利です。東洋タイトル初防衛を見事果たしました。矢吹剛、やはり彼は不可能を可能にする本物の殺し屋でした。リング上は真っ赤な血が四方に飛び散り、さながら戦場のようです。矢吹君、おめでとう。初防衛を果たした感想を一言。ヘイ面倒さん、次はお前さんの番だ。ジョーがピナン・サラワクを血祭りに挙げた1週間後、世界バンタム級チャンピオンホセ・メンドーサは同じ試合会場にて、地元ハワイの英雄フェザー級チャンピオンサム・イアウケアを迎え撃った。ジョーとダンペイ、そしてヨーコはその試合を見学に訪れていた。やはりウェイトが1階級上になると一回り体格が違うな。あのイワウケアって男はサトウキビを担ぐ労働者上がりでな、めっぽう腕っぷしが強く、過去の KO 率は 90% 台。アメリカ本土でもハワイの猛牛と恐れられているそうだ。ふん、とかく強打者というやつは自分もまた打たれ弱い。日頃あまり打たれずに倒してしまうだけにな。もし面倒さがそのケースであってくれりゃ一縷の望みもあるが。なんだあれや。ホセのやつサムの肩を掴んでそのままじっとしてやがって、どういうつもりなんだホセの野郎。わざとだ。わざと打たせてるんだ。まるで我々の話が聞こえたように。矢吹よ、おめえ程度の強打など問題ではねえって言わんばかりだ。タフだ。あの細身の体がまるで鋼鉄の鎧を着ているように。強打者のサムがたったの2発で1ラウンド1分52秒チャンピオン、ホセ・メンドーサ KO 勝ち。汗でべとついた肌に鳥肌が立ってやがる。このまま、もしもこのまま対戦させたら、矢吹君は間違いなく殺される。